バルセロナでのプジョルサワンのキャプテンマークは、カタルーニャ州の周期の柄であるカルラス・プジョル・サフォルカーダは、スペイン・カタルーニャ州、ラ・ポブラデ・セグール出身の元サッカー選手。ポジションは DF。FC バルセロナの下部組織出身であり、1999年にトップチームに昇格、2004年にはキャプテンに就任し、2013から14シーズンを最後に、 FC バルセロナのフランチャイズプレイヤーとして現役を引退した。この間、5度のリーガエスパニョーラ優勝、3度の UEFA チャンピオンズリーグ優勝など数々のチームタイトル、6度の UEFA チームオブザイヤー、3度の FIFA チームオブザイヤーなど、いくつもの個人タイトルも獲得した。また、 スペイン代表として2000年にシドニーオリンピック2002年と2006年と2010年に FIFA フフワールドカップ2004年と2008年に UEFA 欧州選手権に出場した UEFA ユーロ2008ではスペイン代表の44年ぶりの優勝に貢献し 2010FIFA フフワールドカップではスペイン代表の初優勝に貢献したプロデビュー前 カタルーニャ州、リエイラ県のラポブラでセグールに生まれ、地元のクラブでサッカーを始めた。最初はゴールキーパーだったが、肩の怪我を機に、フォワードに転向した。プジョルは、少年時代を、両親は、サッカー選手としての将来に懐疑的で、勉強を頑張るように言われたと語っている。1995年、17歳の時に、 FC バルセロナの下部組織であるラマシアに入寮し、守備的ミッドフィールダーに転向した。1996年頃には、セグンダ・ディビシオンのスークラブからレンタル遺跡のオファーがあったが、FC バルセロナを離れたくなかったために拒否した。サイドハーフとしてプレーした時期もあったが、1997年の FC バルセロナ B 昇格後は右サイドバックとしてプレーした。 FC バルセロナヘタフェ CF 戦でのプジョル1999年、ルイス・ファンハール監督によってトップチームに招集され、10月2日のバリアドリード戦でプリメーラ・ディビシオンデビューした。2000年10月、本拠地、カンプノーで行われたレアル・マドリードとのエル・クラシコでは、FC バルセロナからライバルのレアル・マドリードへ移籍したルイス・フィーゴとマッチアップし、 フィーゴの突破を許さなかった。2002年には、欧州サッカー連盟によって、UEFA チームをブザイヤーに選ばれた。2002年10月23日、チャンピオンズリーグのロコモティフモスクワ戦にて、相手のシュートを、バルセロナの紋章が縫い込まれている、右胸の部分に当てて弾き出し、このプレーは、伝説のように語り継がれている。 2003年末にシーズンオフ、FC バルセロナは財政危機に陥っており、イングランドのマンチェスター・ユナイテッドが、プジョル獲得に興味を示したが、移籍は実現せず、この2年後には契約を5年延長した。2003年夏にフランク・デブールが退団し、本格的にセンターバックに転向した。2003からレイオンシーズン終了後、 ルイス・エンリケの現役引退に伴って、キャプテンに就任した。2004から05シーズンと2005から06シーズンには2シーズン連続でリーグ優勝を果たし、2005から06シーズンには14シーズンぶり2度目の UEFA チャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。2005年と2006年には2年連続で UEFA チームオブザイヤーに選ばれ、2006年には UEFA クラブ最優秀ディフェンダーに選ばれた。2006年11月3日、父親が農作業中の事故によって死去した。翌日のデポルティボ・ラ・コルーニャ戦において、プジョルに代わってゲームキャプテンを務めゴールを挙げたロナウジーニョは、キャプテンマークにキスし、プジョルにゴールを捧げた。また、ライバルのエスパニョールの選手たちは、リーグ戦で、 プジョル一家への励ましのメッセージが入った T シャツを着て入場しライバル関係を超えてプジョルの真珠をいたわった2008年には2年ぶりに UEFA チームオブザイヤーに選ばれたトレーニング中のプジョル2008年9月16日 UEFA チャンピオンズリーグのスポルティング CP 戦で公式戦通算400試合出場を達成した 2008から09シーズンは、負傷に悩まされたが、28試合に出場して、リーグ優勝に貢献し、2009年5月2日の、エルクラシコで、シーズン唯一の得点を挙げた。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、右サイドバックのダニエル・アウベスが、累積警告により出場できず、プジョルが、右サイドバックとして出場した。2009年には、 UEFA スーパーカップ、スーペルコパデエスパーニャ、FIFA フフクラブワールドカップなどにも勝利し、6冠を達成した。2014年3月4日、旅重なる、怪我の影響で2013から14シーズン限りでの対談を表明した。5月31日、アンドに滑された SD のサポート役としてのフロント入りを発表した。ちなみに、 彼のつけていた背番号5は、プジョル本人の指名で、セルヒオブスケツに引き継がれた。2015年1月、アンドンにすびされた SD の契約解消が決まり、自身もクラブを離れることを SNS で発表した。カタルーニャ代表でのプジョル鍵となる選手は、プジョルだ。世界最高のディフェンダーの一人であるだけでなく、彼は決して諦めないからだ。 シャビ2000年11月15日、オランダ戦で、スペイン代表デビューし、それ以来レギュラーとして出場し続けている。2002年4月17日、ベルファストで行われた北アイルランドとの親善試合で、代表初得点を挙げた。2007年6月20日、南アフリカで行われた、親善試合で、左膝じ帯を断裂し、翌日には、手術を受けたが、 全治3ヶ月と発表された。UEFA ユーロ2008では、守備陣のようとして、チームを支え、5試合で2点しか許さなかった。決勝で、ドイツに勝利して優勝し、センターバックのコンビを組んだカルロス・マルチェナとともに、大会ベストイレブンに選ばれた。2008年10月11日、2010FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のエストニア戦で代表2得点目を挙げた。2009年のコンフェデレーションズカップでは5試合中3試合に先発出場し、キャプテンのイケルカシー・ジャスが欠場した。グループリーグ最終戦では代わりにキャプテンを務めた。スペイン代表は3位に終わったが、4人のチームメイトと共に大会ベストイレブンに選ばれた。2010フィファワールドカップでは、 ジェラール・ピケとセンターバックのコンビを組んで、すべての試合に先発出場し、準々決勝のパラグアイ戦で84分に途中、交代した以外は、試合終了までプレーした。準決勝のドイツ戦では89分に、シャビエル・ナンデスが蹴った、コーナーキックをヘディングで合わせ、決勝進出を確信する、決勝点を決めた。代表での1得点目と2得点目は、 大差がついた段階での得点であり、初めての勝利に直結する得点であった。決勝ではオランダを1-0で下し、初優勝を果たした。7試合で2点しか許さず、GK イケルカシー・ジャスも含めた、守備陣は抜群の安定感を誇った。2010年8月1日、少なくとも、あと2年間は、スペイン代表でのプレーを続けることを発表した。 2010年のプジョルチームへの献身性、頑強さ、闘志あふれるファイトが持ち味のディフェンダーである。プレースタイルは満身創違的でハードだったが、ハードなプレイでもファールは意図せず、常にクリーンであった。ハードなプレースタイルがゆえにフェースガードをつけてプレイすることがあり、リーガーエスパニョーラでフェースガードをつけてプレイした最初の選手でもある。 FC バルセロナのチーフドクターによれば、彼の長所は、素早い反応と爆発的な強度である。FC バルセロナのファンは彼を、岩壁という愛称で呼んでいる。プジョルと一緒にプレーしたこともあるミゲル・アンヘルナダルは、カルラスは、優れたポジショニングのセンスを持ち、とりわけ FC バルセロナの選手としての誇りを持っている、と語った。リーダーシップと、気まじめさで知られており、 失言や暴言を吐くことはなく、チームの全体練習が終わった後も、個人練習を続けることがある。2010年、僕は、ロマーリオのテクニックも、マルク・オーフェルマルスの速さも、パトリック・クライファートの力強さも持っていないが、他の選手より懸命に働く。頭が良くなくても何度も復習を重ねて、最終的に試験に合格する学生が好きだと述べた。 彼はしばしば FC バルセロナの心臓と表現される。チームメイトのジェラール・ピケは、もし残り時間が少ない中で3から0で勝っていても、大声で味方に支持を続けるのが彼だと語った。謙虚な性格であるとされている。カタルーニャ主義者だが原理主義者ではなく、政治的なアピールは最小限にし、他者への尊重などを言葉ではなく、行動で示し続けた。 2006年、自身の生活について、静かな生活だよ。繁華街にあるナイトクラブには一回も行ったことが、ないんだ。外出する時は友人たちと、レストランに行く時だと答えた。2009年、ゴールドットコムに対して、頻繁に外出するのは好きじゃない。でもつながりを立つのは、良いことだよ。家で本を読んでいるのが好きだねと答えた。 ヨガとピラティスメソッドを取り入れており、彼の友人によると、チベット仏教とその文化に興味を持っているようである。2007年にはダライラマに越見している。音楽ではナパームですが好みである。クラックビアというテレビ番組で、ケサと名付けたヤギを飼っていることを明かした。このヤギは、プジョル自身がカーリーフェアであるためプレゼントされたものである。 2010年9月、バルセロナで行われた、アレハンドロ・サンスのコンサートで、スペイン人モデルのマレーナ・コスタと出会い、交際を始めた。10月16日にカンプノーで行われた、ビジャレアル CF 戦で得点した際には両手で、ハートマークを作るゴールパフォーマンスを行い、ゴールは恋人に捧げるよと試合後の会見で話した。マレーナと破局後は、モデルのバネッサ・ロレンソと交際し、 2014年1月25日、バネッサとの間に第一子となる長女が誕生した。初めて、トップチームで練習した19歳の時、ルイス・ファン・ハール監督に、美容院に行くお金がないのかいと髪を切ることを提案されたが、いえ、今は髪を切りたくないのですと切り返した。ありがとうございます。